始まるよー。始まります。しみますね。8月。そうですね。まあ、今回の件。おお、はい。タイトルは、まあ、捉え方次第というふうにつけてきていただきましたけども、はい、これはまあ、僕はすごい、あのメールにも書かせていただきました。すごい好きで。あ、本当ですか。説明しづらい回。そうなんですよ。じゃないですか。グルーヴ感で書いてしまい。で、そのタイトルで4つ5つぐらいの、はいはい、まあ、ショートを並べようかなと思ったら、その妖怪の下りが長くなりすぎて。そうなんですよ。2つ今回は、まあまあ事件というかですね。そうですね。ケース1が、木曽路。あんこは垂れだから事件です。はいはい、で、今出た、妖怪の下りが、まあ、スタジオで、砂掛けじじいという、砂掛けじじいですよね。砂掛けじじいって言われたときに、ババアよりタチ悪いな。いるなぁと思って。そうなんですよね。これはいかん。これは危ない。そっちから行きますか。それはもういつ頃の話なんですか、そのスタジオで。砂掛けじじい事件。これ結構前ですね。でも10年ぐらいかな。50点前になってくると、はい、10年前ってそんなに前でもなかったりするんですよね。うん、で、うんうん、インパクトのある出来事だったので、記憶にも、まあ、したたか鮮明で、うん、そのやりとりをちょっと並べるような書き方したんですけど、うん、そのまんまとは言わないまでも、うんうん、こんなやりとりだったっていう。だから皆さんなんか注目してほしいのは今回小説であるようなその会話文のやり取りというのがまあ初導入されたわけですよ。ロールプレイングメガネもう2年半ぐらいですか、はい、やってますね。の中で初導入されたダメかなと思ってて最初聞かれましたもん、ね、なんかダメですかこれっていいんですか全然問題ないですね。 DJ っぷりが冴え渡ってるその会話というかその記憶であったりどの言葉をピックアップしてくるのかとか、はいはい、まあ、ご自身実はよく書かれますけどレタッチっていう言葉を用いてらっしゃるんです、ね、あ、はいはい、ですけど多分それがそのエッセイスト桜井、はい、かっこいい言葉見つかりました。エッセイスト桜井のなんていいですかもういいんじゃないですか。だってそれ、それが多いですよ本当に。ダヴィンチで2年半かかる長いいね、あ今、倍編集長でいいんですか今。ダヴィンチで2年半書いてるんですか。バイスカート・タカヒロ。なんか雑誌のそのトーンというか、なんかすごくこう感じましたね。考えてくださってるのかしらみたいな。いや、めっちゃ、その、考えちゃいますね。ああ、そうなんですか。いろんな人が見てる、はい、から、その、で、かつ、まあ、文字を書くプロでもない人間が、なんか、好き勝手書いたりすると、やっぱちょっとこう、へりくだったじゃないですけど。そういう姿勢で、ただでさえ遅れるのに。まあ、そうですね。せめて、まあ、そうですね。お盆か、みたいな。お盆か、8月お盆か、みたいな。というところで、砂掛けじじいに戻っていきましょう。あ、すいません、脱線してしまいました。砂掛けじじい。砂掛けじじい。じじいなんですよ、皆さん。あれいかん、これはまずいと思いますよね。これでも、鬼太郎のやつ、まあ、ですよね。まあ、鬼太郎のやつというか。そうです。やはり偉いもので、ゲゲゲの鬼太郎というのは、もうずっと連綿と作られてるわけですよ。はい、時代を変えて、ディティールを変えつつも生き残っていて、やはりこう、日本といえば妖怪っていうこの文化を見せつけてくれるわけなんですけど。にもかかわらず、砂掛けじじいと来たもんだ。おいおい、見たことないの？いや、ありますよ。あるんかい？いくつぐらいの、まあ、10年前だとして3、8で向こうが20代前半とかです。ああ、じゃあ同年代だ。ああ、かもしれない。絶対知ってるよ。私どもの世代だとやはり妖怪ってやっぱ水木しげる先生が作り上げた、うん、ビジュアルといいましょうか、うん、あのデザインがやはりおなじみで、でそれこそ神セブンみたいなのがいたわけですよ。はいはいはい。いや、そうです。鬼太郎、猫娘、ネズミ男、塗り壁、一旦木綿、砂掛け、ババア、粉木じじ、はい。もうおそらくこうでしょう。で、まあ、目玉の親父は鬼太郎にインクルードしてます。はい。まあ、付属物って、ね。そうそうそう。買ってきますからね。そうそう、なんかブローチ的なところが。
誰をどうチョイスするかは人によるかもしれませんけど、はい、やっぱこの中にも入っているはずの一軍中の一軍ですよ。その立場が危ういって思わされたのがその砂掛けじじい。なんかそのやり取りっていうのはぜひ読んでいただきたい。まあそうですね、まさに捉え方次第で、でも若干楽しんでるじゃないですか、そのやり取りというか。そうですね、その、うん、向こうさんもその自分のしっかりした考えがあると、ちゃんとこう地に足ついた何か一つそうなんですね、意見を持っていたんですね、で私は意見はなかったので、そういうもんだと思っているところに対してその今日疲れたわけですね、はい、言われてみると、そういう捉え方もできるな、私が神セブンだと思っていた妖怪はもしかしたらみたいな、それがめっちゃ面白かったんですよね。なんかだからそのこの後に来るその木曽路あんこ渡れだから事件なんですけど、常識的に言うと桜井さんの方が正しいのだが、うん、その今回の事件のね、その主義者の二人は、もうそれぞれのもう考え方があるから、なんかもう確固としてるわけじゃないですか。いや、そうなんですよ。だから自分がちょっと揺らぐんですよね。そうなんで、それを表現されてる言葉があって、そのこれまさに冒頭に来るんですけど、うん、その他人の価値観に触れて、自分の考え方が傾いた経験が何度もあるっていう一文なんですけど、はい、この傾いたって素晴らしいなと思って。いや、僕はもう見たことがなかったんですね、そのこう、うん、考え方が傾いた、変わったとは言うじゃないですか。どこか納得してしまったとか取り入れちゃったんですよね、うん、何かこう掴まれちゃって、はい、心を、はい、それに一番わかりやすく言うと影響されて、うん、でこう なんていうんでしょう、こうピッて少しぐらい、もうほんとこれぐらいな、ちょっとそのもう一つがあんこは、あんこは垂れた事件、聞いたことあります？口調がすごい気になって、その方のなんか どんな感じであんこは垂れたからって言ったの。あ、エッセイに書いたのは、端的に書いたのはね、あんこは垂れたからっていうその気持ちよさで書いちゃったんですけど、実際は、はい、いや、あんこはタレですから、うん、みたいな感じだったんですよね。口を挟めない感じ。いや、そうですよね。みんな押し黙りましたからね。まあ、いわゆる若手の時代に先輩と一緒に木曽路誘っていただいていて、私が20後半、はい、だから先輩はもう多分40から50ぐらい、マダム声優、マダム声優さんだと思う。我々は多分息子、娘みたいな感じの世代差がある中で、締めに前菜が、前菜がつくわけですよ。スイーツですよ。その当時おそらくスイーツという表現は、言葉はまだ一般的ではなかったんで、なかったところに桜井さんはまあ美味しく、もうペロッと、おかわりないですかって部活にも行ってしまいそうなぐらい、ぐらいまだ若い美空だったので、もう2週ぐらい行けるなと思いながら、そしたら、あれ？いや、あんこが、その先輩のおごりだし、と思ったら、いや、あんこはタレなんで、あんこはタレ？全然。20年近く経って、いまだに忘れられない。うん、まあ、だから本当にその、いわゆるこう、コペルニクス的展開といいましょうか。そうですね、認識が、そうです、地動説でやるとは、だと思うんですよね、本当に。っていうのがなんか日常にあるってなんて素晴らしい。いや、でもこの文章を書いて担当の編集長さんが注釈でコペルニクス的なって入れてくるってやっぱダヴィンチさんだなと思いましたよ。あ、 A だ。 A です、 A です。まだちょっと仮な部分があって、文字入れた方がいいのかなとか。まあ、現代の砂掛けパパってこんな感じ。ちょっと、それって言うてるもんな。そうですね。で、まあ、後ろ手に砂袋をこう、持ってて、はい、みたいな感じかなと思って、まあ、ちょっとこう、イラスト屋さん風に。そうですね。花坂系ですよね。そうなんですよ。もう置物って考えづらいなって思うと、やっぱ現代には。まあまあ、いう感じの、いや、色合いとかも絶妙。やっぱり紫外せないな。これが今砂掛けババです、ね、こちらじゃあいただきまして、はい、はい。
恒例の次回か。次回何するか問題。これどうしようかなと思ってて、こういうのを書いてたら、はい、ちょっとそのおばさんってすごいなって思うことが、なるほど、結構あって、はいはい、その おばさんにまつわる話とか社読んでみたい。本当経験だみたいな感じですよ。ちっちゃい話なんですけど、その辺をちょっとこうミキシングしてる、おばさんの強さを拾って、いや、やっぱおばさんが世の中を作ってるだと思いますね。おばさんとかお母さんっていう人たちが作ってるって非常に大きいと思うので、じゃあその辺も、そうですね、では次回またお会いしましょう。